はい、どうも、こんにちは。ですね、将棋の時間になっておりました。けども。ですね、これ前のやつですよね。今回も同じ問題なんですけども、前の、これよく覚えておいてほしいんですよ。もう結構次のやつのヒントになるんで、今日のやつのね。前は、要はあれですよね。飛車で、まず、要は、これ飛車で王手っていうよりも、角をおびき寄せる戦法ね。で、こっちがおびき寄せた。じゃあ次は、なんていうかな。こっちは、行ったら角が来るわね。角が来る。角じゃない馬になるのか。でも、もうこっちはもう来れないわけで。ちなみに、左右対称だから反対しても同じ意味ね。これ全部左右対称でしょ。これで詰みですね。で、今日何だったかな。これがわかんないのよ。これ。これよく似てるんだよね。まずね、どうしよう。どういう説明した方がいいかな。どうだったっけな。どうだったかな、忘れた。まず、こうやるでしょ。要は、ここを逃げれるっていうわけよ。だから、それを潰さないといけないんだよね。で、最初に言っときますけど、金1枚であったら終わるんじゃないって思うかもわかんないですけど、はい、その通りです。金1枚あったら、これもう終わっちゃうんですよ。まずね、正解からいこうか。正解からっていうよりも、それでは面白くないか。面白くないな。まず自分が考えたのは、まずね、こっち打つでしょ。こっち。っていうか、銀やったらって一緒でしょ。まずみんな銀どこを打ちますか。ここ打っても、後ろ逃げられるわね。で、ここ打っても後ろ逃げられるわね。要は、後ろ逃げさせちゃダメなんだよね。ということで、ここを打つと、まあね。まあ、もうこれで終わっちゃうわけですよね。で、まあもう一つやるのが、こっちやったら、なんていうの。こっちやったら、こっち打てるかって言ったらこっちも強者になって、打てませんよっていうことだよね。で、ここでこうしたらいいんじゃないかと思うかもわからないけど、さっきの、何?さっきのやったやつと違って、ここだけ唯一逃げれるのかな?一応これ、なんだっけ、飛車じゃないし、竜だから、ここも効いてるけど、ここだけ唯一逃げれるでしょ。ね。で、こう逃げられちゃうわけよ。で、こっからもう詰まないよな。どうやっても詰まないでしょ。横にピョって逃げればいいんだけどな。これでも詰まないでしょ、もう。ね、どうやっても詰まないよね。どう動かしても。一回、こっちが、こう横に動かせないと、こっち動かそうかなと思って、それも無理でしょ。ね。はい。で、どれやったんだっつけ。で、これも正解になったんかな。で、こっち寄せたら、こっちに打てるわけじゃん。桂馬をね。こっちに打ったら、こっち打てるわけよ。で、どうだったかな?俺忘れたな。え?どうだったかな。ここ
ここ？ここ？あ、ここ？いや、違う違う違う。何しか、ここに逃げられるわけ、今は。ここ、ここ。何しかここに逃げられるわけ。もうこっちは逃げれないからね。で、こうだったかな。で、まあ、銀取る一手だわな。銀取る一手しかない。あれ？で、ここ、ここ、ダメでしょ。で、ここは、いける。で、そうそう、さっきもそう考えてたんだよね。それずーっと考えてるうちに、ここもダメ、ここもダメ。で、こいつはここを動かしたら、唯一、ここだけいけるんだよな、今。ここだけいけるのが、そうか。ここだけ、唯一逃げ道があるのが逃げれなくなるっていうことだね。いや、これも大変だったよ、ほんとに。もう。ほんとにもう無理。なんかもう自分ってほんとに、なんか将棋のセンスってほんとにないんだなと思ってさ。まあこんな感じですよね。だからここ、最後に気づいたのが、なんで飛車じゃなしに竜になってるんだっていうことね。これほんとに考えましたね。飛車じゃなしに、なんで竜になってるんだ。だから斜め移動とかいろいろしてたんだけど、なんでこれが飛車じゃなしに竜なのかっていうのをずーっと考えてました。いや、これは難しかったよ。だって最後あれでしょ。まあ、ここまで見てる人いないけど、なんだったっけ。ここに銀あるでしょ。その銀の場所に銀を置いて取られて、もうこんな、銀を捨てる行為って何の意味もないじゃんって思ったからね、一瞬。だからその敵駒で逃げれないようにするっていう、どう言ったらいいのかな。将棋って本当奥深いですよね。あ、そっか、次か。次やるってさ、次は、まあ次で言うたらもう一応、あれ？一応、取れ気でないんですけど、これですね。あれこれあ、これ取れ気だよね。だいたい、これはでも大体ね、大体こうじゃないかなと思って、飛車で、頭塞いで踏んでから、その飛車筋で、なんていうんか、ポン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 打っていくね。あ、ちなみに、詰将棋って、金一枚あったら終わるんですよ。一手詰めで。金一枚あったら終わるんですよね、あれ。ちょっと長いな。なんだ、ごめんなさい。これです。はい、以上です。ありがとうございました。